女優の菅野美穂さん。2015年と2018年に出産され、出産育児のために露出を極力控えていらっしゃるようで、最近では痛快テレビスカットジャパンで変わらず美しい姿で登場されていて、ドラマだけでなくバラエティでも子育ての苦労話など包み隠さずジャックバランに話す彼女ですから、同性の好感度も高く、ママとなってもその人気は衰えることを知りません。しかし、向かうところ敵なしの菅野美穂さんを、かつてある人物が陥れようと画策していたという、なんとも不穏な噂があったようです。どういうことなのでしょうか。調べてみました。菅野美穂さんといえば、思い出されるのは1996年のドラマイグアナの娘でも、自身初主演の青島理科役は、その演技に至っては評判も高く、あの美しさがあったからなおさら思わず心を奪われたのを覚えています。以降も数々の作品で活躍されて、すでに芸能生活28周年となる現在も43歳とは思えない美貌ですよね。さらには夫である堺雅人さんといえば、超人気ドラマ半沢直樹で大ブレイクしたのはご存知の通り。しかし菅野さんが35歳での結婚ですから、結婚される前には当然別の方とも交際はされていて、実は長らく元スマップ時代の稲垣吾郎さんと交際していたことは有名。しかし、あの好感度の高い菅野さんをどこの誰が陥れようとしていたのか、やはり当時の稲垣ファンだったジャニオタの仕業かと疑いたくなりましたが、むしろ稲垣ファンの間でも菅野さんの評判はかなり良かったらしく、ジャニオタの嫉妬の煽りを食って排除されかかったということはなかったようです。じゃあ一体誰が？と思ってさらに調べると、そこには稲垣さんではない菅野さんの別の元彼の話が絡んでいたんです。その元彼とは俳優の岡田義則さん。実は世間的にあまり知られていなかったこの二人の交際ですが、数年前突如二人が仲睦まじく温泉宿に宿泊している様子のわかる写真がゴシップ誌に掲載されたのです。しかもその写真ときたら、部屋付き露天風呂に入る直前のほぼ裸の岡田さんと菅野さんがカメラ目線で写っていたり、岡田さんと二人で仲良く歯磨きをしていたりとか、どう見ても第三者が撮ったとしか思えないようなアングルばかりで、これはもう身内がリークしたとしか考えられないレベルの代物だったわけです。そういう線で菅野さんの交友関係を調べていくと、一人の怪しい女がヒット。その人とはなんと元女優の小峰麗奈さん。ご存知でしょうが、昨年同性相手の元ゼニタレ田口淳之介さんと共に大麻取締法違反の容疑で逮捕され、有罪判決を受けたのは記憶に新しいと思います。しかも小峰麗奈さん、平成10年に AC 覚醒剤撲滅キャンペーンの CM に出演。友達のふりをしてドラッグは近づいてきますという怖いセリフを喋っていて、それからまさかの20年以上経ってのあの逮捕劇でしたから、まさか20年後に CM の伏線を自分で回収しちゃうなんてと、ネット上がざわつく事態となっていました。しかし、なんでまた小峰さんがというと、かつては菅野さんや岡田さんと一緒に共演していたドラマがあのイグアナの娘だったのです。その時は菅野さんの恋人の岡田さんを誘惑する同級生役でした。若かりし頃同じ釜の飯を食った仲間だったと言いますから、そんな菅野さんと小峰さんとは一時期は親友と呼び合うほど
仲が良かったそうです。しかし、菅野さんは、持ち前のセンスと、誰からも好かれるオーラで、みるみるうちに、人気女優への階段を上っていき、気づいた時には、小峰さんとは埋められないほどの差が、もともと事務所からも将来が嘱望されて、気が強く、自分が一番じゃないと、気が済まない性格だったという、小峰玲奈さん。どうにかして、菅野さんを、その座から引きずり落としてやろうと、一緒に行っていた温泉旅行での、菅野さんと岡田さんのラブラブ写真を、自らゴシップ誌に売り飛ばし、このスキャンダルで、菅野さんの失墜を目論んだ、ということだったらしいのですが、まさに、ドラマが現実になったような展開ですが、現在の菅野さんと小峰さんを見ると、菅野さんは人気俳優の夫を持ち、二児の母となり、幸せな家庭を築き、世間からも大物夫婦として、戦後の的になっていますよね。現場でも陽気な性格で、常に周囲への気配りを忘れないことから、共演者やスタッフからの評判も、すこぶるいいそうですし、パフィーの大貫亜美さんとは、10代からの親友で、タレントのシェイラやめぐみとも、とても親しいらしく、ママ友には、セレブ妻の神田うのさんや、伊藤美咲さんがいるというのですから、これを勝ち組と言わずして、なんというのかというくらい、片や小峰さんはといえば、あの一件からは姿を見せず、恋人の田口淳之介さんはといえば、判決後わずか2週間ほどで、活動再開を表明し、物議を醸すことになった上に、昨今のコロナ禍の影響で、ライブもできず、YouTube などでの、ネット配信での収益で垂れているのだとか、ブレイクは期待され、逸材だったはずの小峰さんですが、裏原系の人たちに、ちやほやされて、調子に乗ってしまったせいで、周りに集まった友人といえば、当時やんちゃで有名だった、一色彩さんが、2015年、薬物使用で逮捕され、芸能界を追放された、小向井美奈子さんや高部愛さんなどでしたし、自身の芸能活動にしても、ジャニーへの遠慮もあって、2010年以降は、フェードアウトしてる状態です。こうして見てくると、途中からはまるっきり、正反対の流れをたどってきた、菅野さんと小峰さん。小峰さんの計画は、全くの大失敗に終わったのは、言うまでもありませんが、とはいえ、そもそも、この陰謀説にしても、本当に小峰さんの企てたものかどうか、どうだったか真相はわかりません。しかし、菅野さんと小峰さんを見てきて、唯一の共通点に気がついたのです。それは、今、二人は世間から見ると、天と地ほどの差が開いている。そう見えているのは仕方ありませんが、菅野さんには酒井さん、小峰さんには田口さん、それぞれに相思相愛の、人生のパートナーがいたことです。そこだけは、ほっとさせられました。来年の1月からは、連ドラで主演する、菅野美穂さん、半沢直樹2での撮影に際して、全面的に夫をバックアップしてきましたが、今度は、夫の酒井さんがその苦労に、感謝の倍返ししてくれるそうです。いつまでも、理想の夫婦でいてほしいものです。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？私は、菅野さんと小峰さんの人生を見ていると、持って生まれたものとはいえ、やはり、運相応というのが一番なのかなと、つくづく感じてしまいました。菅野さんと小峰さん、人生、生きていくからには、いろいろあると思いますが、それぞれの道で頑張ってほしいと思います。応援しています。それではまた次回お会いしましょう。